初めてデモを聞いた時の印象はどうでしたか？これはすごいこうクールで速いしで、こういう曲欲しかったなっていう感じでかっこいいと思いました。後半の展開を結構こう考えてる時、波越と一緒に考えてた記憶があるんですけど、あれをこうなんかやろうと思った経緯とかありますか？ずっと8部で進んでってたから、ちょっとリズムをずらしたいなみたいな意図がありました、ね。